どうも余白です。今回はですね、1月後半に購入した漫画購入品紹介やっていこうと思います。1月の後半はね、21作品23冊購入してきました。前半はね、ブックオフのセールとかで結構お金使っちゃってて、新刊の方がね割とおろそかになってたんですけど、その分をねこの後半で取り返せてるんじゃないかなって思います。買えてなかったねジャンプコミックスとかもちゃんと買いつつ、ちょっとね溜まってた、連載を追ってた作品とかも、ちょっと追いつつみたいな感じで、21作品23冊ということでございます。はい、それではね、前置きで言うことも特にないので早速、やっていきましょう。まずはねこちら昭和商店の、最新1巻買ってきました。これはね小畑武先生の、最新作というか作画担当の最新作っていうことで、結構前からね、読むのを楽しみにしておりました。この見てもらったら分かる通り漫才師のね、お話なんですけど、高校生の2人がね、このちょっとネクラそうな子が、ラジオのね、ラジオ投稿者っていうのかな、なんて言うんだっけ、ああいうのちょっと名前が出てこないんですけど、そういうところでねこう大喜利とかでラジオ界隈では名を馳せてた投稿者だったんですけど、その子がねこの右のだいぶようなね元子役っていうことを出会って、漫才師としてなんていうの成長していくみたいな、そんなお話でしたね。すごくね面白かったなって思います。すごい上手かったですね漫画が。一巻としては本当に結構レベル高いんじゃないかなっていうか、逆にねここからやっぱり漫才ってさ難しいじゃないですか。本当に面白くないとこっちがね、その漫才が面白くないと漫画として面白くなくなっちゃうって、そういうジャンルだと思うんで、ここからねどんどんこのお二人が漫才師としてレベルが上がっていくうちにね、やっぱそのネタ自体も面白くなっていかなきゃいけないと思うんで、そこら辺がねどうネタの方がね成長していくとか進化していくのかっていうのが、ここから先の課題というか、ちょっと不安ではあるんですけど、楽しみなところでもあるかなって思います。続きましてこちら、ネル武芸道業の最新2巻買ってきました。1巻がねめちゃくちゃ表紙よくて、2巻はどんな表紙になるんだろうなって思ってたら、こんな感じでね、もうなんか本当にサンデー感が強い作品ですよね。すでにねジャンプ本誌の方では打ち切られちゃった作品なんですけど、個人的にねすごい好きな作品だったんで、2巻もね、ちゃんと買ってきて、あとねファンレターをねいつか書こうと思ってたんですけど、ちょっとねなかなか時間を取れずというか、そこまで踏み出せずにね今ここまで来てるんで、今月来月かな2月に最終巻の3巻が確か発売されるので、そのタイミングでねファンレターも書きたいなって思っております。続きましてこちら、青の箱の最新3巻買ってきました。3巻はねひなちゃんの葛藤とかから始まって、あと大輝くんのねインターハイ予選とかが、そこら辺のお話が収録された巻でございました。本当にね特に言うことないんですけど、ひなちゃんがねやっぱ可愛いなって思います。全然千夏先輩も可愛いんですけど、負けヒロインってやっぱ変な魅力がありますよね。すでに負けてるかどうかっていうのは分かんないですけど、なんか僕はね結構負けヒロインを好きになっちゃうあれがあるんで、ひなちゃん可愛いなって思いながらこの巻も読んでました。続きましてこちら、逃げ上手の若君の最新4巻買ってきました。逃げ若はね本当に本誌で読んだっきりで単行本買っても読んでないっていうことが今までねずっと多かったんですけど、この4巻がね、出た時に、改めてね1巻から読み返しました。4巻ではね、初めてなのかな本格的な乱みたいなものが描かれてて、やっぱね読み返すと面白いんですよね。そしてねこの表紙がね、1巻と同じくらいかっこいい、なんか雅ですよね。連載1周年突破っていうことで、やっぱね今までの暗殺教室とかネイルに比べたら、なんていうのかな、安定し続けてるというか、すごいインパクトがあるっていうわけではないんですけど、ここからねどう物語が展開していくのかがやっぱ楽しみだなって思います。続きましてこちら、僕の心のヤバいやつの最新6巻買ってきました。いや僕ヤバの6巻めちゃくちゃ良かったですね。バレンタインのお話から始まって、もちろんねそこも良かったんですけど、仕事場にね山田の仕事場に市川が遊びに行くお話だったりとか、あと先輩がね卒業っていうことで、チャラチャラした先輩が山田に思いを伝えるとかね、結構見どころのある、シーンがいっぱいあった、そんな最新巻だったんじゃないかなって思います。
まあ、普通のね、まあ、ラブコメとして、まあ、すごい、まあ、あんま僕ラブコメ読まないんであれなんですけど、普通に楽しめてるんですけど、まあ、それでもね、なんか特にいいなって思うのが、まあ、この主人公のね、市川くんの成長が見れるところというか、なんかね、いろんな人からね、こう、なんていうのかな、ヒロインレースを勝ち抜いてみたいな、そういう楽しみ方じゃなくって、本当に1対1の、ヒロインとヒーローで、そのヒーロー、ヒロイン、それぞれにね、それぞれがそれぞれに触発されて成長していくっていう、そこがね、しっかり描かれてるのがめちゃくちゃいいなって、6巻を読んで改めて思いました。まあ、こっからね、だいぶこの巻で進んだなって思うんで、まあ、次の7巻、8巻とかでね、まあ、付き合うのかどうかもわかんないですけど、まあ、付き合ったら付き合ったらね、そっから先のお話も楽しみだなって思います。続きましてこちら、トリリオンゲームの最新3巻買ってきました。いや、トリリオンゲームはね、本当に巻数を重ねるごとに面白くなっていってるなって思っております、感じております。まあ、この3巻ではね、まあ、前巻から引き続き、まあ、花ビジネスがね、まあ、一番最初の事業なわけですけど、それがね、こうどん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 成長して成功していく様が描かれてて、いやすげえなーって、もそれだけでも十分楽しかったんですけど、と思ってたらね、それをやっぱこう新興勢力を叩き潰す大手企業が現れて、まあ、どん底までこう叩きのめされるわけですよ。で、まあ、そっからね、じゃあそこからどうするんだっていうところが、まあ、この巻の最後の方でも描かれてて、まあ、新たな仲間とね、新たな市場に、まあ、春たちがね、突っ込んでいく様が見れて、いやこの次の巻も本当に楽しみだなって思いました。いや本当に面白いですよね。はい、次の巻も楽しみです。続きましてこちら、君は放課後インソムニアの最新8巻買ってきました。で、まあね、テレビアニメ&実写映画決定ということで、両方同時に決まっちゃうのすごいですね。おめでとうございます。まあ、この巻ではね、まあ、夜の学校が印象的だったかなって思うんですけど、まあ夜の学校ね、僕は行ったことないんであれですけど、すごい幻想的ですよね。はい、そしてまあキスシーンがねありましたよ。はい、キスシーンもねめちゃくちゃ良かったなって思います。まあ、次の巻とか言う前にね、もう本当にアニメと実写化どうなるのかが気になるんですけど、いつ放送になるのかな。でもね、この PV を見た感じでは結構いい感じのアニメーションの動きだったんで、まあ、期待できるんじゃないかなって思います。はい、次の巻も楽しみです。続きましてこちら、最果てのソルテの最新2巻買ってきました。まあ、1巻が発売されてからね、1年経ってのやっとの新刊っていうことだったんで、ちょっとお話を忘れそうになってたんですけど、いや2巻も面白かったですね。まあ、個人的にね、水上先生の今までの作品のどれよりも、導入が結構分かりやすいというか、読みやすかったなというか、読みやすいなって思っております。そしてね、まあ、水上先生といえばね、最近、星のさみだれのねテレビアニメ化が決定いたしまして、いやそれもねめちゃくちゃ楽しみだなって思っております。最果てのソルテね、不定期連載なので、なかなかね最新刊が出るのが遅いんですけど、これもね続きの巻楽しみに待っていきたいなって思います。続きましてこちら、ミューズの神髄の最新1巻買ってきました。これはね、この作者の文野彩先生っていう方が、1年前くらいかな、呪いと青春っていう短編集を出してて、そこで結構話題になってたんですよね。まあ、そんな作家さんの、最新作、初めての連載作品なのかな、ちょっとわかんないですけど、っていうことで、まあ買わずにいられなかったっていう作品でございます。まあ、お話としては、まあ、男受け全振り OL がね、まあ、帯にも書いてあるんですけど、まあ、人生リセットストーリーということで、ある出来事をきっかけにね、まあ、今までの自分のなんか親のレール、親に敷かれたレールを歩んできた、そんな自分の人生をリセットして、自分の大好きなね絵の世界に飛び込んでいこう、踏み出していこうっていう、そういうお話でございます。まあ、そういうお話ってことでね、まあ、芸術系なわけじゃないですか。個人的にね、最近、まあ、ブルーピリオドしかり、午後9時15分の演劇論っていう作品とか、そういうね芸術を取り扱った作品に最近めっちゃハマってて、ここ半年くらい結構なんかコンスタントにそういう作品を読んでるんですよね。ということで、まあ、その題材にもね興味を惹かれて買ったんですけど、1巻の時点ではね、まあ、まだ導入っていう感じなんであれですけど、すごい面白かったなって思います。まあ、ここから先ね、今どうお話が展開していくのか、まあ、楽しみだなと思うんですけど、まあ、そのね文野彩先生の短編集呪いと青春もね、まあ、近いうちに読めたらいいかなって思っております。続きましてこちら、
風亭ドラゴンズの11巻と最新12巻ですね、まとめて購入してきました。まあ、空挺ドラゴンズの11巻はね、ちょっと変えてなかったんで、まあ、最新巻の12巻が出るタイミングでね、2冊一気に買ってきました。まあ、ここにね、まあ、帯に読者アンケート第1位連発って書いてるんですけど、まあ、バニー編がね、まあ、11巻と12巻で綺麗に終わりました。いやー、バニー編面白かったですね。やっぱり本当にね、この作品の真骨頂みたいな、舞台設定とお話の展開の仕方で、いやー相変わらず面白いな、好きだなこの作品って思わせてくれました。まあ、12巻ではね、はい、まあなんていうのかな、そのバニー編を一段落して、まあ、次の旅へ向かうその導入がね始まって、いやー次の13巻も本当に楽しみだなって思います。続きまして、こちらバードンの最新5巻買ってきました。本当にね、バードン大好きな作品なんで、本当に本当に待ちに待っておりました。まあ、今回はね、ずっと掘り下げがなかった、まあ、ラズの掘り下げだろうなと思ってたら、まあ、案の定そうだったということで、まあ、ラズのね、元奥さんとの悲しい過去とか、まあ、そっからのね、まあ、そのプリミエラでの、まあ、いざこざ1周年を目前にね、分裂の危機っていうことで、まあ、そこら辺のお話がね、いやまあすごい良かったですね。まあ、最終的に、まあ、この5巻の中でしっかりとね丸く収まるというか、それぞれの成長とかね、過去へのなんていうの、清算とかもできて、そしてね、まあ、ラズが、まあ、このプリミエラの中で、ね、今までは電話番っていうすごい簡単なことしかしてこなかったんですけど、新たにね、そのプリミエラでの、すごい重要なね、立ち位置を獲得するっていう、まあ、そういうお話がねこの5巻には収録されてて、いやー本当にね、一人一人の人生を大切にする作者さんだなって改めて思いましたね。いやー本当にこれもね、次の最新巻6巻が出るのがめちゃくちゃ楽しみだなって思います。続きまして、こちらゴールデンカムイの19巻と20巻まとめて購入してきました。ゴールデンカムイはね、今月積んでたやつを崩し始めて、まあ、15巻まで持ってたのを読んで面白すぎてね、まあ、前半で18巻まで、買って読んでたんですけど、そこでもね、まあ、止まらなくて19巻と20巻をこの後半で購入して読みました。まあね、カラフト編のね途中で終わってて、本当に続きが気になりすぎてたんですよね。で20巻でも、まあ、カラフト編終わってないんで、まあ、もうちょっとあと 1,2 巻で終わるのかなっていう感じなんですけど、まあ、ついにね、杉本たちとアシリパさんたちが、まあ、合流して、まあ、そこのね合流っていうことは、まあ、つまりはね、キロラン家とか尾形たちとのねその決着がつくわけなんですけど、いや本当にねキャラたちがいろんな方向に動き回って、本当にね関係性とかも目まぐるしく変わっていくんですよね。っていうのがね、やっぱゴールデンカムイめちゃくちゃ面白いなって、この19巻20巻で改めて思いました。恋ともね個人的に好きだったんで、過去編とかもありつつすごい楽しめましたね。はい、ということでね、まあ、カラフト編もまだまだ、まあ、最高潮っていう状況で次の巻に進む感じだったんで、21巻22巻とね早めに買って読みたいなって思います。続きまして、こちら特にある日々最新1巻買ってきました。このね中健人先生っていうのは、まあ、ツイッターやってる人はね見たことあるんじゃないかなと思うんですけど、犬の輝きっていうね毎日日記を絵日記を投稿してる、ツイッターアカウントがあるんですけど、それの、まあ、中の人をですね言ったらの、漫画でございます。このね中健人先生の作品はあともう1個くらいね僕は持ってて、雑な生活っていう作品を持ってるんですけど、本当にね、まあ、犬の輝きでのツイートでもそうですけど、本当にこの人の世界観というか、キャラの表情とか、セリフとかがめちゃくちゃツボなんですよね。ということで、もうこの特にある日々をね買ってきたわけなんですけど、安定して好きでしたね。序盤ねこれウェブ連載なんでちょっと追ってたんですけど、まあ、なんいかんせん僕がね連載を追うっていう行為がなかなか続けられない性分なんで、単行本をね途中からまあいいやコミックスで買えばと思ってたんですけど、本当に面白いというか好きでしたね。なんですけど、まあ、やっぱこの薄さでね、まあ、770円くらいするんで、もうちょっとね安くなってくれれば嬉しいなって思いました。まあ、カラーとかもね入ってるからこそのこの値段だとは思うんですけど、はい、まあ次の巻も楽しみだなって思います。続きまして、こちらワールドイズダンシングの最新3巻買ってきました。ワールドイズダンシングはね、まあ、主人公はパンアミゼアミのゼアミっていうね、まあ、脳を作った、開発したっていうのかな、
の能のね、まあ、始祖の、人のお話なんですけど、まあ、そのね少年期から、まあ、どうやってね能を、大成させていくかみたいな、そういうね、ものが描かれている作品なんですけど、まあ、一巻の時にあったねこの舞への熱というか芸事への熱みたいなものがこの3巻ではね、2巻ではあんまなかったんですけど、3巻で再びね、あって、その熱があってね、すごい楽しめたなって思います。この3巻でね、まあ、主人公が他のね伝統芸能の人と勝負して、まあ、負けるわけなんですけど、その敗北からね学ぶものとかってもやっぱいっぱいあるわけなんですけど、そのね敗北から学ぶのもね、なんかただ自分のいいところがみたいな、そういうなんていうのかな、部活とかのねスポーツものとかのそういう敗北じゃないんですよね。意味合いが結構違ってて、なんかそういうスポーツ漫画とかって、まあ、今現代のね世界でのお話ってやっぱどんどん上に積み重ねていくというか、自分の持ってるものをこう強くしていったり、弱点をこう克服していったりとか、そういうなんていうのかな、個人的にはこう上に積み重ねていくタイプの進化、進歩だなって、成長だなって感じてるんですけど、このワールドイズダンシングの主人公はね、なんか上に積み重ねていくっていうよりも、なんか自分からのねこう半径をどんどん広げていくというか、自分を中心とした円をねどんどん広げていってるみたいな、そういう成長の仕方みたいに感じてて、いやなんかそこの明確な違いみたいなのがねあって、いやいいなって思いました。あとね、なんていうのかな、漫画的表現も結構ねこだわってるんじゃないかなっていう、あんまり他の作品で見たことのないようなね、まあ能っていうお話自体を他の作品は取り扱ってないですから、まあ、そこのね、まあ、違いなのかもしれないんですけど、その能っていうね毎芸事を表現する上での漫画的表現もね結構秀逸なもの多くって、いやこれから先も楽しみだなって思える作品でございます。ぜひね気になった方は読んでほしいなって思います。続きましてこちら、紛争でしたらハッタまでの最新8巻買ってきました。これはねちょっと時間の都合上ね読めてないんですけど、とりあえずね最新巻買ってきました。この帯が強烈ですよね。元内閣総理大臣麻生太郎氏熱弁ということで、僕もねこのニュースの切り抜き、麻生氏がねマスコミに対してこの紛争でしたらハッタまでっていう漫画知ってるかって言ってるね切り抜きを、まあ、YouTube か Twitter かどっかで見たんですけど、ゴルゴ13のね作者の方が、まあ、残念なことにね、まあ、亡くなってしまわれて、まあ、そのつながりだったような気がするね。なんかその地政学っていうね地理と政治を組み合わせた学問のお話なんですけど、この作品は、まあ、ゴルゴ13もねそういうなんか世界各国に飛び回ってみたいなお話で、まあ、それと多分関連付けて話されてたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そうやってね麻生氏も読むくらい結構なんていうのかな、いろんな世界情勢について学べるというか、楽しくね学べたり、新たなね自分の知識が増える作品で、まあ、読んでてね結構楽しい作品なので、まあ、僕ねこの最新刊読めてないんであんま説得力ないですけど、もうぜひねいろんな人に読んでほしい作品だなって僕も思います。はい、伊藤余白もね熱弁しておりますので、ぜひね気になった方は買って読んでみてください。続きましてこちら、波を聞いてくれの最新9巻買ってきました。いや本当にね久しぶりの新刊ということで、僕が読んだのはちょうど1年前くらいなのかな、だったと思うんですけど、まあ、そこからね、まあ、1年間くらい、まあ、間があったということで、1から8巻もねちゃんと読み返してこの最新刊に備えておりました。まあ、大地震のね、北海道の大震災のお話が終わってね、まあ、いよいよお話がバレンタインラジオへと向かっていくわけなんですけど、まあ、過去最大というかね、ここに来てまた新興宗教のね人たちがお話に関わってくるのかっていう、ちょっとねそこはなんかまたかよっていう感じではあったんですけど、まあ、それでもね本当にね波を聞いてくれのこの世界観というか人たちのね会話劇でしか得られない栄養分っていうのがあるんですよね。いやこの9巻もすごい楽しく読めたなって思います。まあ、こっからね見慣れがどうね、まあ、ラジオパーソナリティとしてバレンタインラジオで活躍していくか、そしてねこの新興宗教たちとかね、まあ、また セカンドラウンドなんていうのかな、2ラウンド目か、まあね、どういう結末になるのかもね楽しみに次の巻も待ちたいなって思います。続きましてこちら、バッドダックスの最新1巻買ってきました。これはね、まあ、完全に表紙買いというか、ツイッターでね表紙を見かけた時からすごい気になってたんで、まあ、買ってきました。いややっぱりね、表紙だけじゃなく中身もすごいね、僕の望んでたものというか、
の表紙からこんな感じなのかなって思ってた通りのお話ですごい楽しめましたね。まあ、主人公がね、親が残した借金のせいで、まあ、あのヤクザみたいなね裏組織に、連れて行かれて、まあ、内臓とかをね全部摘出されて、そしてね、まあ、改造人間みたいにさせられるわけなんですけど、まあ、そこのね、施設にいた少数民族、まあ、なんかそういう世界観なんですよね。人だけじゃなくっていろんなね、まあ、人種の、まあなんか魔族みたいな、魔族ではないんですけどがいたりする、そういう世界観なんですけど、そこのね女の人にその改造されて強くなった力を見られて、一緒にここから逃亡しようみたいな感じで、で逃亡したらあの持ってきてたトランクに赤子が乗っててみたいな、でその3人で組織から逃げつつみたいな、そういうお話でございました。まあ、なんかねスパイファミリーとかみたいな、まあ似てはないんですけど、まあ、そういう感じですよね。はい、アクションかけるファミリーコメディみたいな、そんな感じの作品で、まあ、絵もねこの表紙のまんまですよ。こういう世界観で描かれててすごい楽しかったなって思います。まあ、武田東龍門先生に僕この作品が初めて、触れるんですけど、まあ、結構有名な方なのかな。処女作っていうことで、まあ、初めて描いた作品がこれだったら、いやまあ逆にすげえなってなると思うんですけど、まあ、それで、まあ、処女作がついに単行本化みたいな作品らしいです。僕もね買った後に知ったんですけど、で、まあ、全4巻が連続刊行されるっていうことで、まあ、4巻でねどのような物語の展開があって、そしてどうやってね、結末を迎えるのか、いや今からすごい楽しみだなって思います。続きましてこちら、三日月マーチの最新6巻買ってきました。まあ、堂々完結っていうことでね、この6巻が最終巻でございます。山田先生本当にね連載お疲れ様でした。三日月マーチはね今見ての通りマーチングのお話なんですけど、僕はね、まあ、実際にリアルでもねフィクションの世界でも、マーチングっていうものに触れたことがなかったので、新鮮に読めた作品だったなって思います。この6巻もね結構面白い構成、話の構成のされ方をしていて、退屈することなくね最後まで読み切れたなって思います。まあね正直ね本当に申し訳ないというか全然関係ない話ではあるんですけど、僕ねあの響けユーフォニアムっていうアニメが本当に大好きで、それこそ1位2位を争うくらいアニメの中では好きな作品なんですけど、毎年ね一番最初に響けユーフォニアムを見るんですよね、年の、はい、でその時期とねこの三日月マーチの最終巻が重なっちゃって、ちょっとねそれも吹奏楽のお話なんでかなりね被るとこがあって、いやーやっぱユーフォニアも面白いなっていうのと同時になんかちょっと物足りないなっていうのを作品に感じちゃったんですけど、でもそれでもね、まあ、吹奏楽とマーチングで違うところってやっぱマーチングっていうのは、まあ、あの体育館の中をねいろんなフォーメーションとかで動くわけなんですけど、そこの表現はねすごくこの最終回の光るものがあったなって思ったので、まあここから先もねいや本当にね UFO の話別にしなくてもよかったんですけど、まだまだ上に行けるぞというか、っていうのを感じたんでね、山田先生のこれからのね、まあ次回作とかも期待したいなって思います。続きましてこちら、花は咲く修羅のごとくの最新1巻買ってきました。これはね、さっきお話にも出た響きユーフォニアムのね原作の武田彩乃先生のね初漫画原作担当作ということで、これはねもう買わずにはいられませんでしたね。はい、まあ、この、まあ、花は咲く修羅のごとくはお話としてはね、なんていうか放送部のお話で、まあ、それこそね、まあ、吹奏楽部のお話が響きユーフォニアムだってさっき言ったんですけどの放送部版みたいな、まあ、言ったらね同じような感じではあったんですけど、まあ、漫画で読むとねまあ、吹奏楽部とは全然規模が違いますし、放送部ってその中でねこう漫画に、する上でのこのキャラの立て方みたいなのもすごいしっかりできていて、いやー本当に何て言うのかな、まあ、小説家なんでね武田先生は漫画の原作っていうことでいろいろね勝手が違ったりして悩む部分とかね難しい部分もあっただろうに、ここまでうまくこう漫画としての、設定とかをね、しっかりできてるのすごいなって思いました。ムッシュ先生ってね僕全然知らなかったんですけど、この作画担当のねめちゃくちゃ絵綺麗で可愛くって、なんか世界観にめちゃくちゃ合ってるなって思いました。これはね一巻も、まあ、放送部っていうことで、まあ、これもね音楽と一緒で声を扱う仕事でなかなかね漫画だけで表現するのって難しいと思うんですけど、まあ、なんならね、この作品のその声の表現の仕方っていうのもやっぱフォントの
違いとかさとかでしかやっぱ表せれてはいないんですけども、そこはねちょっと物足りない部分ではあるんですけど、それでもねすごい一家の内容は結構面白かったなって思ったので、まあこれから先ねどうお話が転がっていくのかすごい楽しみだなって思います。まあ、行く先はねアニメで実際に声が当てられているものもね見たいなって思いますね。続きましてこちら、フールナイトの最新3巻買ってきました。いやー3巻もめちゃくちゃ面白かったですね。しっかりとね、前回の急展開から、その、ね、路線を、動かさないままね、その路線でしっかりと、さらに、ね、面白さをこう付け加えていくっていう、いやマジでねもう読んでほしいですね、1巻から読んだことない人はっていうくらいです。はい、本当にねお話の内容を、ね、説明するのがめんどくさいというか、実際に読んでもらった方が早いし伝わると思うんでもう読んでほしいんですけど、このね3巻も、表紙から内容からも全て良かったですね。マジで次の巻楽しみだなって思います。続きましてこちら、夏目新たの結婚の最新7巻買ってきました。本当にね前の6巻の最後の引きがめちゃくちゃ強すぎて、本当に楽しみにしてた最新巻だったんですけど、そのね期待に応える面白さでしたね。ついにね真珠の、隠された真実が明らかになって、そこから先でね新たがどういう決断を下していくのかっていうのもね、ここから先すごい楽しみなポイントですし、何よりね、この最新巻の最後でね裁判長まで、真珠のね魔の手にかかっているんじゃないかっていうところで、いやこれもね本当に6巻がめちゃくちゃ引き強くって、この7巻でね、そこは解消されたんですけど、謎が出てくればねまた新たに謎が出てくるしっていう感じでね、いや次の巻もすごい楽しみな作品だなって思います。はい、ということで今回は1月後半に購入した漫画購入品紹介やってきました。1月はね結構冬休みっていうのもあったし、割と漫画読めてね、今年からね、漫画の読んだ冊数とあと何を読んだかっていうのをね記録を取るようにしたんですけど、今月は131冊だったかな、読めて、結構読めたんじゃないかなって、個人的にねもっと少ないイメージがあったんで、割と読んでたというか読めたんだなって思って、記録するのいいなって思いましたね。はい、皆さんもねぜひね、2月からでも全然間に合うと思うんで、何を読んだかをね、記録してみるのも面白いんじゃないかなって思います。はい、ということでね今回はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。